はい、CB1100X、EX のご紹介になります。はい、よろしくお願いします。EX の特徴としてですね、ワイヤースポーク、タックロールシート等がありますけれども、基本的には全モデルですね、それほど変わりはありません。はい、カスタムがされております。ちょっと分かりづらいんですけども、オーバーレーシングのマフラーですね、が入っております。はい、ね、JMCA 対応のマフラーとなっておりますので、車検準拠という形です。はい、非常にいいですね。ホンダのですね、空冷のオートバイとしては、話題とともにですね、非常にいい評判が高かった一台なんですけども、つまりこれちょっとね、室内なんでエンジン今かけられないです。はい、すいません。はい、こちらのオートバイですね、前のオーナーさん海外出張ということで、海外転勤ということですね、私のところにですね、やってまいりました。はい、お元気でしょうか。はい、そうだな、どっから喋ったらいいのかな。まあ、CB 関係のオートバイのその最終進化形態と言っていいのかな。まあ、その CB の中でも、こいつの源流をたどっていくと、やっぱこの、もっと大型の方のですね、CB になってくると思うんですけども、まさか、この世代でですね、空冷を、出してくるとはですね、誰もが思っていなかったという CB がこちらになります。はい、デザイン的にはですね、非常にこう、クラシカルというか、オーソドックスな感じですね。エンジンブロックの形状もですね、CB、ホンダの CB ではこういう形だよねというですね、ツインカムのこの形になって、おります。はい、ラジエーターコアじゃなくて、これはですね、オイルクーラーですね。ここに映っているのは石井合格なんですけど、はい、オイルクーラーがですね、装備されております。これ多分ね、昔の、CB 等に比べて若干大型化してるんじゃないのかな。はい、エンジンアンダーガード、はい、ついております。はい、これは多分メーカー純正設定オプションなのかな。はい、基本的にですね、メッキをあしらっている、その前後メッキのですね、クラシカル調なもの、オートバイといえば、こんな感じだよねと言われる中でのですね、非常にこう基本的な形をですね、体現しているかなと思います。はい、またがっています。ドーン。意外とですね、足つきがそんなに良くない、はい、そんなに良くないといっても両足つきますけども、形状的にかかとまでつけるかなと思われるかもしれないですけど、車体そのものの大きさというのがありますので、割とですね、足つき、両足つくけれども、かかとまでベタンではないぞと、別にかかとまでつく必要というのはほぼないんですけどね、はい、普通こうやって乗りますから、はい、ハンドルは、大アップと言っていいのかな、かなりアップポジションになっていて、乗車姿勢的にはこんな感じでですね、非常にこう操作しやすい感じです。はい、で、昔実を言うとですね、僕これ、同じ同様の車種をですね、買い取らせていただいた時にかなり乗らせてもらったことがあります。非常にこう、静かで乗りやすくてですね、前後のショックも、非常にこう洗練されておりましてですね、快適に楽しめたなと思いますけれども、であとクラッチがですね、クラッチレバーですね、一応その軽い方ではあるんですけども、僕はこれ軽いかなと思うんですけど、若干ちょっとポジション遠いかなという気はします。はい、ホンダのですね、油圧式のクラッチマスターっていうだけですね、なんかハイテクだなっていう感じになりますけど、はい、すいません。よいしょ。でタンク容量、非常にこう大きい容量がついておりますので、ロングツーリングでも非常にこう良いかなと思います。はい、ですね。であとは基本的にその空冷で、前後ですね、足回りもですね、このようにこれで ABS 付きのですね、通常のブレーキキャリパーになりますので、非常にこうメンテナンススパンも長くてですね、一回そのメンテナンスをしてしまえばですね、かなりの長い間持つ感じですね。はい、であとはそのカウルとかもありませんので、整備性も良いですし、あとこのエンジンそのものが非常にこう定評のあるエンジンで、非常にこう頑丈にして、堅牢となっています。はい、ね、これあれだな、カムで少しこう位置が
変えられる、あ、かなり手前にできますね、はい、ちなみにこれこういうふうに上にこう曲がるようになってますので、はい、倒れても折れないという仕様になってます、はい、非常にこう外見ともに大きいですね、シビです、はい、でこのバイクじゃないんですけどね、一時僕7半を自分のにして乗ってたんですね。でやっぱねすごい作りがいいというかですね、やっぱトルク側に振ってあってあまり高回転までバーってこう回すバイクじゃないんですよ。でそれが非常にこう日本のこの市内の街乗りだとですね、癖になりますね、はい、で決してその優等生で乗りやすいとかそういう風な表現をするつもりは全くなくて、ゼロ発進を繰り返すようなですね、都内においてですね、非常にこう楽しめるテイスティングじゃないのかなと思います、はい、まあ、1点だけ気に入られないこの最近のこのスイッチレイアウトですね、これですね、この ホーンとウインカーがこう逆になってるやつですね、これなんでこれにしたか分かんないんだけど、これはねやっぱ間違えてプッてやっちゃうんですよね、はい、まあ、その辺ちょっと慣れが必要かなとは思いますけれども、はい、電源付きです、はい、で一瞬だけかけますよ、一瞬かけたら消します、はい、すいません室内なので一瞬しかかけられません、はい、こんな感じですけどもいかがでしょうか、はい、ごめんなさい、なんでねこれ室内撮ってるかというとですね、今までしょ外で、動画頑張ってたんですけども、あまりの寒さにですね、カメラマン私ともに耐えきれなくなって、室内に戻ってまいりました、はい、なので申し訳ないんですけども室内ですね、まあ一応こう細かいところタイヤとか見ますかね、こういうところをね細かくこうね、舐めるように、確認していただいてですね、はい、ね、こんな感じ、こんな感じで舐めるように、まあ、舐めてもいいんですけどね、そうすると商品価値下がっちゃいますね、確認していただきまして、ね、こんな感じですね、よいしょよいしょ、舐めるように舐めていただきまして、はい、FI ですね、確認いただければなと思います、はい、というわけでですね、ホワイトベースの納車全国各地やっております、はい、全国からですね私のみは買い取りさせていただいて一旦ここに集めて、そこからですね、整備や洗浄等を動画を撮ってですねテスト等をした上でまた全国にですね、オートバイが納車されていくというような流れでやっております、はい、いかがでございましょうか、一応は今冬ですので、まあ、雪が降ってしまって、納車が遅れるというようなことも多少はあるんじゃないかなと思います、はい、で場合によってはですね、春まで納車できないという方もいらっしゃると思うんですけども、それはそれで全員ではないので、なんとか対応しますので、ご相談いただければ幸いです、はい、いかがでしょう、CB1100EX ですね、 SC65 になります、はい、一時代を作ったオートバイですね、はい、よろしくお願いしたいと、思います、はい、うん、1分残ったな、やっぱいつもだったらねエンジンかけてねブンブカブンブカこうやりますんでね、その分の尺がないと、時間が残りますね、じゃあブンブンやりましょうかね、ブン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 、ね、ここを開けてよいしょ、結構ね重いです、でセンスターもだいぶかけるの大変なバイクですよ、はい、じゃあちょっとエンジンかけます、はい、CB のいいところはですね、ここシフト今何速に入ってるかが分かるというところがありますね、はい、
いやこれ室内でやるとすげえ音。はい、いくら扉を開けたとはいえ排気ガスがあれですね、はい、よいしょ、よし、いや、よいしょ。はい、そんなわけで、CB1100 ですね、EX どうぞよろしくお願いいたします。